ブチブチブチって。で、外したゴム見たら結局髪の毛いっぱいついてる。今回は髪をどんどん傷めてしまうヘアゴムの使い方を紹介します。最近なんか髪の毛傷んできたな、ヘアケアもしてるのになんでって思っている方はいませんか？それ実は髪の毛の縛り方に問題があるかもしれません。女性ならほとんどの方が髪の毛を縛って生活したことがありますよね。中にはお仕事の関係で毎日髪の毛縛ってるって方もいますよね。そこで今回は髪の毛を縛るときに注意してほしいポイントやその対処法についても紹介していくので、ぜひ参考にしてください。では早速説明していきます。今日は髪を傷めてしまうヘアゴムの使い方を5つ紹介していきますね。もし1つでもうわーこれやっちゃってるなーっていうのがあれば、ぜひ注意してください。はい、まず1つ目が濡れたまま髪の毛を縛るです。これやってる人結構多いじゃないですか。お風呂上がりとかにそのまま髪をまとめてスキンケアとかいろいろやってしまいがちですよね。でもこれ絶対やめてください。なぜかっていうと、これはよくお話ししてるんですけど、髪は濡れている状態の時が一番傷みやすいからです。濡れている髪の毛っていうのは髪の毛を守ってくれる髪の表面にあるキューティクルがパカッと開いている状態で、その状態で刺激を与えてしまうとどんどん髪がダメージして切れ毛だったり変な癖が出てきてしまうこともあります。その繰り返しでヘアアレンジをしている時のあのピョンピョン出てくるアホ毛ちゃんにもつながってきてしまうのが結構あるあるなんですよ。なのでお風呂上がりはできるだけ本当は早く髪の毛乾かしてほしいんですけど、そうは言っても私は肌の保湿だったりスキンケアの方を先に優先したいという方もたくさんいると思います。そういった方はゴムで結ぶのではなくてタオルターバンにしてください。私は最近普通にこうねタオルをくるくるくるって巻くターバンではなくて、このね端っこのところをドーナツみたいにくるくるくるっと三つ折りにしてまとめる韓国風のターバンがあるんですけど、こういうねちょっとダンベルみたいな形のを作って、この真ん中パカーッと開けたらもうね帽子みたいにかぶれるので、こんな風に入れ込んでもらって、このタオルターバンで先に顔のスキンケアだったりやってます。これね帽子の形になってて全然落ちてこないしすごいおすすめです。であとはどうしてもそれでも縛りたいっていう方は、こういうスプリングタイプのゴムだったりとか、こういうヘアクリップ、こういうのを使うようにしてできるだけ髪の毛に負担を与えないように工夫しましょう。はい、では次2つ目ですね。2つ目は長時間髪の毛を縛るです。これはお仕事によっては仕方ないのかなって思うんですけど、やっぱり長時間髪を結ぶっていうのはどうしても髪の毛を傷めてしまいます。特になんか最近変な癖がついてきたなっていう方はこれが原因の可能性もあります。長時間同じ場所で、しかも毎日同じ場所で縛っているとその部分にどんどん負担がかかってしまいます。結構ね長時間しっかり結ばないといけないっていう方はもうゴムでギューって結んでギュッて崩れないように結んでいると思うんですけど、もうきつく結べば結ぶほどその部分に負担がかかっているっていうのと、やっぱりギュッて結んでいるので髪の毛がギュッて引っ張られてるんですね。なのでこの引っ張られてる頭皮の部分がちょっと薄くなってきてしまう原因にもつながります。もし可能であればさっきも紹介したこういうスプリングタイプのゴムだったりとか、こういうパイル地のゴムだったりとか、あとはシュシュとかも髪への負担がかなり軽減できるのでぜひ参考にしてみてください。はい、ではそして次に3つ目がじゃん、金具のついたゴムです。これはこういったね飾り付きのものもそうなんですけど、飾りがついてないものもこういうゴムもありますよね。金具だけついてるやつとか、これも実は髪の毛を傷める原因になってしまうんです。でもワンポイントねこう飾りがあったりしてすごい可愛いので、たまにお出かけだったりとかヘアアレンジを使う時には全然いいと思うんですけど、お仕事だったり学校とか長時間髪の毛を縛らないといけない時はできるだけ避けた方がいいかなと思います。特にこう飾りがこう動くタイプのやつはこの間の中に髪の毛が絡まってしまったりとか、この絡まったせいで髪の毛が切れてしまうという原因にもなるので気をつけてくださいね。でもやっぱり飾り付きのゴムって可愛いから私も使うこと多いんですけど、毎日ではなくちょっとお出かけするときとか遊びに行くときにここぞっていうときにつけるといいんじゃないかなと思います。最近ねすっごい可愛いヘアゴムも多いからついついいろんなのつけたくなっちゃうんですけど注意しましょうね。はい、次に4つ目がヘアゴムを無理やり外すです。これはもうあるある中のあるあるですよね。骨ゴムを外すときにあれなんか全然取れない、あーもうめんどくさいブチブチブチってゴム外してませんか？
特にシリコンゴムとかだと細かくね髪の毛が絡まりやすくてほどくの大変ってなりません？だからもういいや今回だけって思いながらブチブチブチで外したゴム見たら結局髪の毛いっぱいついてるみたいなのすごくあるあるだと思うんですけど、これを繰り返しているとあれ最近なんか毛量が少なくなった気がするとか、あれレイヤー入れてないのになんか表面の髪の毛短くない？切れてない？みたいな、あとは切れてしまった髪の毛がねアホ毛ちゃんのようにピョン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 って表面に出てきてヘアアレンジした時になんかすごい毛が出てくるとか、そのせいでなかなかヘアアレンジうまくできないなんてことにもなってしまいます。正直これはすいません、私もやってしまうんですけど、仕事から疲れて帰ってくるといちいちね一個一個丁寧にゴムを外してってほんとめんどくさいですよね。でも本当に最近私もお見せするのも恥ずかしいんですけど、この後ろの表面のところとか、私普段ねワンレンでレイヤー一切入れずに顔周りだけ入れてるんですけど、全体はもうパッツンで切って量も取ってないんですけど、こんな風に表面の髪の毛めっちゃ短く切れちゃって、本当に結構重症で私の場合、ほら見てやばくない？もう動画でもたくさんヘアアレンジするし、普段ね仕事上アレンジをすることがすごく多くて、もちろんアレンジをすることが多いイコールゴムを外す回数がすごく多いんですけど、この髪の表面の部分がもう本当にやばいぐらい切れてきちゃって、もう半分もないんですよ。この辺だったらまだごまかせるじゃん、だけどこうねやっぱアップで結ぶからめっちゃこの短いところで切れちゃってるの。これ結構重症なので本当にこれを見て皆さんビビって気をつけてほしいんですけど、私自身も最近ヤバって思っててめっちゃ注意してゴムを外すようにしてます。もうね切れてからじゃ遅いので私もこれ伸ばさないといけないんですけど、本当に皆さんこうはなってほしくないので気をつけてください。でどうしてもやっぱりゴムを外すときいちいちもう一個一個外すのめんどくさくてやってられないっていう方は、さっき紹介したこういうパイル地のゴムだったり、こうスプリングタイプのゴムだったりシュシュとか、あとはクリップだけで留めちゃうとか、もうそういった工夫をすればストレスなく髪の毛をまとめることができるかなと思うので、ぜひやってみてください。はい、最後5つ目ですね。これは髪のダメージとはまたちょっと違ってくるんですけど、じゃん、手首にヘアゴムをつけているです。これ実用性もあってやっている方も結構多いと思うんですけど、皆さんそのゴムちゃんと洗ってますか？そこまで気にせずに使ってる方も多いんじゃないかなと思います。でも当然このね手首に汗もかきますし、ここについてるゴムは雑菌も繁殖しやすいです。これを髪につけてるって思うと怖くないですか？衛生的にも良くないし、もしかすると嫌な匂いの原因になっているかもしれません。でも決して手首にねゴムをつけることが絶対にダメっていうわけではないんですが、きちんと洗って風通しのいいところで乾かすようにして使ってもらうといいんじゃないかなと思います。はい、以上が髪の毛を縛るときに注意してほしい5つのポイントでした。普段何気なくやっていることも髪をどんどんダメージさせている可能性もあるので、うわこれ当てはまってるっていうのがあったらぜひ注意してもらって、今日お話ししたことを参考にしてもらえると嬉しいです。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。